はい、こんにちは。物欲名古屋人です。今回はロードバイクのパーツ、導入しようと思っているパーツをご紹介いたします。ロードバイク乗り始めてですね、ポタリングいろいろとしてるわけですけれども、やっぱりね、不便、まあ仕方ないんですけれども、不便な点が自立しないというところですよね。以前マウンテンバイク乗っていた時はですね、マウンテンバイクにスタンドをつけて立てかけられるようにしていたんですけれども、ロードバイクだと軽量化ということもありますし、なかなかスタンドというのを常時つけておくようなものでもないので、スタンドついてないんですけれども、脱着できるスタンドとかってないのかなと思ってね、調べてみたらね、やっぱり色々と出てるんですよね。すでにね、活用されている方もいらっしゃると思いますけれども、今回はね、その中でも、まあある意味適当というかね、エイヤで買ってみたんですが、このアップスタンドというものを購入してみました。これね、ユーリックスというところかな。ユーリックスというところが販売しているロードバイクなどの自転車のこのね、クイックリリースのとこに取り付けて、本体自体のこのスタンドの棒は外せるというなかなか使い勝手良さそうな商品でしたので、ちょっと試しにね、購入してみました。この手の商品結構多く Amazon 出てまして、レビューを見てもね、いまいちどれがいいのかわからないので、もう半分ね、まあ、直感というか適当というか、そんな感じで買ってみました。カーボンのものもあるようなんですけれども、やっぱり強度的にね、割れてしまったみたいなレビューもありますので、今回はこちら、ステンレスかな、はい、ステンレスのこのような簡易的な折りたためるスタンド買ってみましたので、こちらをね、取り付けてみたいと思います。こちらが本体ですね。このように非常にコンパクトな感じになっていまして、この石突きというか足のゴムのパーツが予備として2つあるというだけです。特に自転車のフレームに取り付けられるようなパーツは付属していないタイプになります。というのもね、これ普通にサドルバッグに入れておこうかなと思ってます。なんでかというとね、はい、見てください、これ。なんとですね、こんな感じでめちゃくちゃコンパクトに折りたためるんですよね。すごくないですか、これ。はい、そしてこのように1本の棒として使えるという、こんな仕組みの商品です。これゴムかな、このようにゴムがあって、ここね、はい、外すことでこのように3つに折りたためて、あとはこのベルクロでまとめておけば、もうポケットとかにも入るぐらい、フロントバッグとかサドルバッグに入るぐらいに非常にコンパクトになるというね、なかなか優れたシステムですね。触った感じ、このパイプの強度もしっかりとありそうなので、たわみもね、はい、少ないと思います。そしてここをね、本体側に取り付けておくという感じで、見てください、このように簡単に脱着ができます。なので本体にはこれだけ付けておけば OK です。すごくいいですね。このように本当手のひらサイズに収まるっていうのはかなり便利なんじゃないかなと思います。常時立てかけておくスタンドとしてはね、少し不安があるかもしれませんけれども、一時的にこう止めたいとかね、いう場合には、とっても便利なんじゃないでしょうか。では、実際に取り付けてみたいと思います。早速取り付けます。リア側のこのクイックリリースを外しまして、ここにね、今、金具を取り付けました。はめました。こちらね、ネジの内側か外側か、微妙に悩んだんですけれども、多分これでいいのかな。はい、このような感じでネジはね、外側ですね。なのでネジの内側と言っていいんでしょうか。そのままここに差し込みまして、こんな感じですね。このフレームに直に当たる感じです、この部分が。そしてネジがあってレバーがあると、このような順番でいいかと思います。これだとは普通にはめて、そしてこの穴のね、角度がちょうど、なんだろう、これぐらいになるようにしておけば、スタンド部分を差し込むだけですぐにね、スタンドとして使えるというようなものです。ではネジ締めます。こんな感じで装着できました。このようにね、角度をうまいこと調整して、今こんな感じでこのスタンド1本で支えられているという状況です。フロントのタイヤはこのように少し傾けた状態でバランスをとっています。上から見るとこんな感じですね。このような感じです。そして結構これしなりますので、過信は禁物ですね。とはいえ、なんでしょうね、すぐに倒れることもなく、そして結構この角度が重要ですね。今このぐらいですけれども、結構立ってます。こんな感じで結構立ってますが、バランス取れてますね。このような感じで手離しても今、はい、このように自立した状態でスタンド保たれてますので、一時的にこのように立たせたいという用途であれば結構いいなというふうに思います。このような感じで壁に寄りかかることもなく、この
スタンド1本で支えられていますので、これはねなかなか便利グッズですね。ポタリングの時にはサドルバッグに入れて持っていくことね決定です。そして外す時はどうかと言いますと、ここをね、はい、抜くだけでこのような感じで見栄え的にも最小限に抑えられています。ここの出っ張りが少しね増えただけですね。重量的にも全然ね 15g だったかな、ですのでまあほぼ変わらないと言っていいと思います。そして外したこのスタンドはこんな感じで、これね3本に折りたためますのでバッグに入れることが可能です。これはね便利ですね。どうでしょうか。家に立てておくときはずっと力かかり続けるので不安なので、やっぱりねこういったスタンドですね、こういったものに立てかけておくのがいいかと思います。ということで今回は脱着式折りたたみできるこのようなスタンドをご紹介いたしました。気になっている方ね、ぜひチェックしてみてください。まあこのあたりの商品似たような感じかなと思います。ステンレス製であればね、カーボンだともう少し強度がねしなると思いますので、これよりしなるとね若干不安を覚えますので、やっぱりこれぐらいがいいかなと思います。では今回もご視聴いただきありがとうございました。